リの役者ありがとうございます。スマホで撮るというね、今日は多くの方がスマホで撮っていただいてから、じゃあスマホで撮ったら行きましょうね。 OK OK ですね。行きます。横浜新館ナイスバーン。今撮った写真7回終了後から内野コンコース内総合サービスセンターでお渡しします。早めにお受け取りください。アピールいただいた方ありがとうございました。ここまでマネサブレプレゼンツベイススマイルショットでした。ジェリー東投手、乗り切れたのは雄大の小手ですか。いいえ、違います。いや、タオルのおかげです。暑さを乗り切れたのはイヤタオルを使って、クールに熱い応援よろしくお願いします。僕が大好きだったハマスタで今まで以上の体験を。ベイスターズオフィシャルファンクラブブルーメイツ、これを使うとバッチリ簡単な3ステップよ。まずは風船をポンプへ装着、しっかり握ってポンプをプッシュプッシュ、斜めにならないように注意して。日曜日は野球観戦、そして映画鑑賞、そんなあなたにゆかりのサービス、ジェラサンデー。東宝シネマスで料金は最大300円お得に。詳細は特設サイトへ。今年復活したスタージェット、スターは知ってる？まずは風船をポンプへ装着。ありがとうございます。さあ、ベンサーズ、今日からスワローズを迎え入れての3連戦ですね。前のカードはドラゴンズ相手にカードを勝ち越しまして、現在セ・リーグ2位、首位とは3ゲーム差です。いただきめだらけ、この位置に、ね、もう背中が見えてますから、今日から3連戦、まずは初戦、スワローズの一戦です。ハマスタで皆さんで心を一つにして、まずはカード頭、勝利を掴み取りましょう。皆さん今日は熱い声援どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、続いてレフトスタンドを中心にスワローズファンの皆さん、横浜スタジアムへようこそ。早くからありがとうございます。さあ、レフトスタンドね、皆さんにも言えることですが、今日はね、湿度も高くてムシムシとしております。こういう暑くなり始めね、熱中症非常に多いことになりますので、気をつけながら、今日はね、ビールが半額ということになっておりますけれども、ビールだけでなくね、水分補給をしっかりしていただいて、熱中症対策して、そしてアイスチームに熱い声援を届けてください。スワローズファンの皆さんもどうぞ今日から3日間参加してよろしくお願いします。さて、我らが横浜 DeNA さんマスコット紹介しましょう。まずはビビスター、ヤクルトスワローズから来てくれました、マスコットつば九郎、そしてファッション公式男子チームのファッションの皆さん、そしてつば九郎も来てくれてます。おとなしいね、つば九郎。こんな動きはつば九郎も、むしろ新しいけどね、ファッションの皆さんもよろしくお願いします。イニング間、皆さん、リアーナ対ファッションのリレー対決になります。この他グループの対戦、暑いですよね。天空球場からね、リアーナ VS ファッションのリレー対決も楽しみにしてください。つば九郎、ファッションの皆さんどうぞよろしく。本当に全く動かないつば九郎、隠れてます。さて、今日の試合はウェイズトヨタ神奈川株式会社のご協賛によるウェイズスナイダーとして開催いたします。ウェイズトヨタ神奈川は2023年1月に横浜トヨペット、トヨタガローラ神奈川、レッツトヨタ神奈川の3社を統合し新会社として営業しております。
新しい嬉しいを作るのスローガンのもと、横浜動物園杖立館の深夜ウェイズグループとなったプロバスケットボールチームの横浜ピコルチアーズの支援などを通じ、環境保全やスポーツを通じた地域活性化、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを実施しています。なお試合前に行う始球式ではズーライダーにちなんだ投球者が出場いたします。皆さんからいきましょう。レッツピース。さあバウンドショーまずは来たキャッチャー高城、1球目でターンを、ナイスボール、2塁で92キロ。さあ続いて林健介さんいきましょう。レッツピース。ナイスボール林、ノーエンド、うおー投球ホームイン、104キロ。若杉智也さん行きましょう。レッツピーチ。さあ、刈り上げスタイルで振り向いて若杉投げた、おー早い、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 びっくりした。続いて、サイガー、キクヤさん行きましょう。レッツピーチ。さあ、サイガーがコントロール素晴らしい、94秒。続いて、キトーミューさんです。レッツピーチ。おおおおおナイスボール。続いて安田君でさえ決めろ。レッツピーチ。さあ3番スタイル安田、オーケー。ちょっと力が入ったか、まだ確実に出てきました。パーティー中井さんにもご参りましょう。レッツピーチ。さあ中井さん、おおおナイスボール。レベル高いですね今日は。変わって竹橋安城さんいきましょう。レッツピース。さあ白チームの高橋お願いします。続いて牧翔吾さんいきましょう。レッツピース。ユニフォームは牧です。牧が来た、オーケー。牧翔吾さん、オーケー。続いて最後です、高橋圭人さん。レッツピース。最後、おお、びっくりした、結構すごいよ、すごい。皆さんに参加してくださった人たちに拍手を送ってください。以上、ウィリーズナイター次のがコンテストでした。びっくりしたね、25キロ、もう決まってましたね、今ね。びっくりした、3番ありがとうだけど、その辺、全然当たってないから、当たってないから、大丈夫だね、ありがとうね。こちら、セントラルリーグの時は、横浜ビッグエネーサー対東京ヤクルトスワローズ、スターリングラインナップの発表です。先攻、東京ヤクルトスワローズ、1番、センター、背番号4、マリア・マリアン。Thank you.
何あれ、葉っぱかぶってるのか。
まもなくプレーボール。スタンドの皆さん準備はいいですか。応援タオルを掲げてチームにパワーを届けましょう。勇者の遺伝子。さあ、いいスタート。それでは守備についてください。レッツゴー。ウィンズメンがスタメンキッズに大きな拍手をお送りください。
人のペアチケットを受けます。以上、アットホームプレゼンツダンスコンテストでした。